皆さん、こんにちは。小がきこです。今日はこちらのずっと着続けていきたいカーディガンの作り方をお見せしたいと思います。ご参考までに私の身長は160で、多分お洋服のサイズ日本だとラージーになるんじゃないかなと思います。このカーディガンのサイズについては、この動画の後ろの方ですね、で全てこの サイズをお見せしているので、もう皆さんお好きにどんどんカスタマイズしていってください。例えば袖をもっと太くするですとか、丈をもっと短くするとか、皆さんのお好みに合わせて皆さんそれぞれがずっと着続けていきたいカーディガン作ってみてください。あと、前を閉めるとこんな感じになります。材料はこちらになります。 今回私が使っていく系統はこちらのブリックサンドリトルスポートという系統になります。こちら1玉が 113g、あ、1カセですね、になっていて長さが393メートルになっています。私はこちらを5カセ5玉準備しています。えっと、皆さんはお好きな系統をご用意ください。 ま、今回、えっ、ー、と、着るものなので、あまり太い系糸を選んでしまうと、ちょっとゴワゴワしてしまうかなとは思います。えっ、ー、と、今回私のこの系糸は、ラベルには、えっ、ー、と、3ミリのかぎ針と書いてあるので、えっ、ー、と、今回私は、リブなどのちょっとしっかりさせたいとこですね。それは、えっ、ー、と、3ミリ、5号のかぎ針で編んでいって、それ以外のメインとなるパーツはちょっとゆったりめに、 4mm、7号のかぎ針を使っていきたいと思います。そして、あと必要なものはボタン。えっ、ー、と、ボタンは5個ぐらい使っていこうかなと思っています。そして、スタッチマーカーじゃなくて、ステッチマーカー、とじ針、ハサミ、メジャーも必要になります。では、まずは後ろ身頃の下の部分、リブの部分から編んでいきたいと思います。 リブを編むときは細い方のかぎ針で編んでいきます。そして編み方の説明は見えやすいようにこちらの系統で説明をしていきたいと思います。えっと、リブの部分は中長編みのうね編みを編んでいこうと思います。私は最初、鎖編みと中長編みを一緒に編んでいくという編み方でいくんですけれども、基本的な編み始め方。 鎖を編んでから中長編みを編み戻ってくるという方がお好きな方はそちらで始めていただいても全然問題はありません。では編んでいきましょう。まず作り目をします。次鎖を2目編みます。そうしたら針に糸をかけてから今編んだ鎖の1番目の片山と裏山を拾います。 2本拾う感じですね。そうしたら糸を持ってくるんですけれども、この時ちょっと長めに糸を持ってきます。そして針に糸をかけて、まずは1本引き抜いて、次は糸をかけたら3本引き抜きます。これで1番目の鎖途中長編みを編むという目が完成です。今回は立ち上がり、最初のこの鎖ですね。 これは目の数とは数えずに編んでいくので、えっ、ー、と、この目が一番目、つまり次の段の一番最後の目になります。慣れてる方は必要ないかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、ステッチマーカーを入れておくと分かりやすいかと思います。では続いて編んでいきましょう。次、針を入れる目は、この左側の縦のラインになります。 針に糸をかけてから、この縦のラインのところに針を入れると、後ろ側にも同じような目があるので、2本取れると思います。そして糸を持ってくるんですけれども、先ほどと同じように、ちょっと長めに糸を引っ張っておきます。そして糸をかけて、まずは1本。続いて3本と編みます。 あとはこの目の繰り返しになります。針に糸をかけて、左側のラインに針を入れてもらって、で後ろの目も取るようにします。そして、糸を長めに持ってきて、1本引き抜く、3本引き抜く。これで1、2、3目できましたね。えっと、サンプルなので、 私はこれを今回は。5目編んでいきたいと思います。えーとオリジナルの方では私は15目編んでいます。5目編み終わりました。でこの1段目のリブの長さがえっ、ー、と。皆さんのリブの幅になります。 私はリブの長さ15目でだいたい7センチぐらいになっています。では続いて2段目編んでいきたいと思います。立ち上がりは目の数とはカウントしない鎖を1目編みます。そして2段目からうね編みが始まるんですけれども、最初と最後の目のみは、えっ、ー、と、普通の中長編みをしたいと思います。真ん中の目だけを 編みしていきますなので一番初めは針に糸をかけたら根元の目ですねここのところに入れてね編みではなくて普通なので2本取る感じですね。そして糸を持ってきて3本引き抜く。よいしょでこれが次の段の一番最後の目になるので。 ステッチマーカーカを入れておきます、まあ、なくてもいいんですけれども鎖1で立ち上げているのでこの一番最初の目といいますか次の段の一番最後の目はちょっと隠れた感じへこんでる感じっていうんですかねになるのでステッチマーカーを入れておいた方がま確実だとは思います。で次からうね編みなんですけれどもうね編みを編む時は前から作品を見るのではなくて上から作品を見ます。 そうすると上に V の字が見えると思います。これの向こう側のみを拾って中長編みを編みます。針に糸をかけて V の字の向こう側1本を拾って中長編みそしたらまた同じように向こう側のみを拾って中長編み。私は今回このサンプル5目しかないのでうね編みの中長編みは 5-2で3目のみになりますけれども、オリジナルの方は15目なので15、15-2なので13目、うね編みを編んでいます。そして最後の目は、ステッチマーカーが入ってる目なんですけれども、うね編みではなくって、普通の中長編み、2本を拾う感じですね。中長編みをして、 これで2段目が終了です。あとはこの2段目の編み方を繰り返していってください。私はこのリブ全部で84段編んでいきたいと思います。リブの部分、えっ、ー、と、オリジナルでは84段、そしてこちらのサンプルでは10段編み終わりました。で、段の数え方なんですけれども、私のように最初、えっ、ー、と、鎖と中長編みでな編み始めた方は、この編み始めの 糸端を左上にした時、この目のこう山、上り下り、上り下りと作品がなっていると思います。そしたらこの山のてっぺん部分ですね、これを数えていったら数えやすいと思います。私の場合、この山が1、2、3、4、5とあって、なおかつ編み始めと編み終わりが同じライン上にあるので偶数段というのがわかるので、 あ、10段編めたな、ということがわかります。で、オリジナルの方は84とちょっと段の数が多いので、20段ごとにステッチマーカーを入れておきました。えっと、20、20、20で最後は24ですね。こんな感じにすると数えやすいんじゃないかなと思います。では、続いて、後ろ身頃本体部分を編んでいきたいと思います。本体部分を編むときは、 遠い方のかぎ針で編んでいきましょう。本体部分1段目は先ほどまで編んでいたリブの横部分に編み入れていく感じになります。そして今回はその編み入れていく頻度って言いますか、割合と言いますか、そちらは、えっと、1段につき1目ずつ入れていくようにしたいと思います。なので、上り坂で1目、下り坂で1目といった感じに入れていきたいと思います。 で、本体部分の編み方は、ヘリンボーン長編みで編んでいきます。まず、えっ、ー、と、こちらもそうですね。立ち上がりの鎖は目の数とはカウントせずにずっと編んでいきます。立ち上がりは鎖1で始めて、えっ、ー、と、まず私の場合、上り坂からなんですけれども、まあ、皆さんお好きなとこに入れて、針を入れていただいたらと思うんですけれども、私は上り坂なときは、この、 イコールのようにって言うんですかね、横に棒が2本あるところの間に針を入れて編んでいきたいと思います。針に糸をかけてから、この2本あるところの間、そうすると向こう側にももう1本あるので、2本取れると思います。そして糸を持ってきたら、その持ってきた糸でそのままこの真ん中の糸を引き抜きます。 一番最初の目は編みにくいかもしれないんですけれどもそしたら次、針に糸をかけて左1本針に糸をかけて残りの2本を引き抜きますそしたらこれが1番目の目になりますステッチマーカーを入れておいて次、えっ、ー、と下り坂のとこですね前の下の段の下り坂のところはうんと まあここに入れていただいてもいいんですけども、私はこっちに入れたいと思います。そして、2本取れるかなあ取れそうですね。まあ、ここら辺はもう皆さんお好きなところに、ただ目の数だけ狂わないように編んでいただければ大丈夫です。で、針を入れたら糸を持ってきて、そのままこの真ん中の糸を引き抜きます。そして、 2本あとはこれの繰り返しですね次私が入れたいのはこの2本ラインの間で後ろのもう1本も取るようにして糸を持ってきたら真ん中を引き抜く1本2本こんな感じで繰り返し編んでいってください1段目編み終わりました 一段目の目の数は先ほど編んだリブの段の数と同じになっているはずです。私の場合このサンプルはリブ10段でスタートしたので10目になっているはずです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですねで。この目の数が合っているかどうかはとても大事なので一段目編み終わったら必ず数を確認しておいてください。 私の場合、オリジナルは84段で始めたので、1段目の目の数は84目になっています。では、続いて2段目編んでいきましょう。2段目からはもうずっとヘリンボー長編みを編んでいくだけになります。2段目からはもっと目も拾いやすいので、編みやすいと思います。まず、立ち上がりの鎖1をしたら、作品をひっくり返して、根元の目から編み始めます。 針に糸をかけてから根元の目に針を入れて糸を持ってきます。そしたらその糸でこの真ん中のループを引き抜きます。一番初めがちょっと角度的に一番難しいかもしれないんですけれども慣れると思います。次一本引き抜いて二本引き抜く。そしたらステッチマーカーを入れておきましょうか。こんな感じであとはヘリンボーン長編みを ずっと編んでいってください。で、どこまで編むかなんですけれども、私はオリジナル78段ヘリンボーン長編みを編んでいきたいと思います。78段編み終わりました。これで後ろ身頃は完成です。続いて前身頃編んでいきたいと思います。前身頃も後ろ身頃同様、まずはリブ部分から編んでいきたいと思います。 で、このリブの編み方は、後ろ身頃と全く同じになります。このように、まずは、えー、と、鎖と中長編みを編むというのを15目編んで、そして2段目からは、鎖1で立ち上がって、中長編み1、ね編みの中長編みを13、そして最後の、えっ、ー、と、中長編みは、普通の中長編みを編み入れてください。 で、これをずっと繰り返していって、全部で42段になるまで編んでいきます。そして、えっ、ー、と、リブを編むときは、細い方のかぎ針を使うことを忘れないでください。リブ部分42段編み終わりました。そしたらまず、かぎ針を、細いかぎ針から太いかぎ針にスイッチします。 そして、えっ、ー、と、ここからも編み方自体は、えっ、ー、と、後ろ身頃と同じなんですけれども、今までこう編んでいたこの縦のラインが横になって、この中長編み1段につき1目ずつヘリンボーン長編みを編み入れていきます。なので、私の場合は1段につき42目ヘリンボーン長編みを編んでいきたいと思います。そして、えっ、ー、と、どこまで編んでいくかなんですけれども、前身頃は、 途中から減らし目が始まります。なのでこの減らし目が始まるところまでですね。なので54段目まで、まずは1段につき42目のヘリンボー長編みを編んでいきたいと思います。54段目まで編み終わりました。続いて55段目からネックラインの減らし目をしていきたいと思います。まず最初、こちらはと左の前身頃にしたいかと思うんですけれども、 向かって右側でのみ減らし目をしたいと思います。減らし目は2段に1度編み始めにしたいと思います。なので、えっ、ー、と、この左の前身頃は55でスタートなので、奇数の段の編み始めでのみ減らし目をしていきます。減らし目はとてもシンプルで、えっ、ー、と、減らし目をするとき、まず最初、今までは立ち上がり鎖1でスタートしたんですけれども、 鎖2でスタートをします。1、2と鎖を編んだら、えっと、鎖は2目に増えたんですけれども、今まで同様これは目の数とは考えずに、次、えっと、ヘリンボーン長編みを編むんですけれども、この根元の目ではなくて、その隣の目、2番目の目ですね、から編み始めるようにします。 これで減らし目が完成です。一目飛ばした感じになります。そしたらこの目が次の段の一番最後になるので、ステッチマーカーを入れておきたいと思います。あとは普通にヘリンボン長編みをずっと編んでいって、そして次の段、普通に編み始めからずっと編んでいって、最後はこのステッチマーカーの目ということになります。なので55段で減らし目をして56は普通に編んで、 57ではまた減らし目をして、と78段目まで2段に1目ごと減らし目をしていってください。で、こちらは、えっ、ー、と、左の前身頃なんですけれども、前身頃はもう一つ、右の前身頃も作っていくんですけれども、右の前身頃は逆に、えっ、ー、と、反対側が減らし目で、こう、V のラインが出るようにしていってください。 なので、えっ、ー、と、奇数段、55段とかの奇数段ではなくって、56、58の偶数段で、えっ、ー、と、12回、減れ、減しめじゃないですね。<laughs> すいません。減 <laughs> らしめをして、78段目まで編んでいってください。前身頃、右、左と2枚編み終わりました。 編み終わりの糸は、後ほど肩の部分をつなぐとき用に長めに残しておいた方がいいと思います。続いて袖です。袖も他の部分と同様にリブの部分から編み始めます。なんですけれども、リブを若干短くしたいなと思ったので、私は中長編み15目ではなくって10目でスタートしたいと思います。1段目は鎖と中長編みというのを10目編んで、そこからは他と同じですね。 最初と最後のみは普通の中長編みで、あとはうね編みというのを繰り返していって、全部で34段編んでいきたいと思います。リブ34段編めたらメイン部分を編んでいきたいと思います。まずはかぎ針を細い方から太い方にスイッチして、で、他の、えっと、後ろ身頃、前身頃と同じですね。1段につき1目ずつ、えっと、ヘリンボー長編みを編んでいきたいと思います。 私の場合は34目スタートなので、ヘリンボー長編みも34目編んでいきたいと思います。1段目編み終わって、今2段目の最後のところに来ています。で、この袖は2段目から一番最後の目でのみ増やし目をしていきたいと思います。増やし目は単純に1つの目に2回、えっ、ー、と、ヘリンボー長編みを編んでいくんですけれども、今ステッチマーカーが入っているところ、 に、同じところに2回編み入れてもいいんですけれども、そうするとちょっと編み目の目、えっと、ギャップ、穴ぼこが大きくなってしまうのかなと思ったので、私はインビジブル増やし目、編みぐるみなんかでよく使われる編み方なんですけど、そのやり方で増やしていきたいと思います。えっと、単純に、1回目は、この、普段、目を取るときはこの V の字になっている2目、 二本両方を取ると思うんですけれども、それの向こう側だけを拾って、まず一つ目の、えっ、ー、と、ヘリンボン長編みを編みます。そして二回目は、えっ、ー、と、先ほど拾った目と手前の V の字の手前ですね、両方を拾って編みます。ちょっと今重なっちゃって一本に見えますけれども、これは二本です。 見えるかなはい、拾って編んでこれで増やし目が完成ということになりますこんな感じで毎段それぞれの段の一番最後の目で増やし目をしていって34段ですねまで増やし目をしていって35段目からはもう増やし目も減らし目もやめて。 35段目から47段目までは増減なしで編んでいきたいと思います。袖編み終わりました。そうしたら全く同じものをもう一枚作ってください。そして前身頃同様、編み終わりは糸を長めに残しておくといいと思います。続いてすべてのパーツを縫い繋いでいきます。では、まず肩の部分を縫い繋いでいきたいと思います。 この時気をつけてほしいのが、すべてのパネルが同じ方向、表裏が逆になっていないようにしてください。私の場合、す、え、べ、ー、てのパネルが、えっ、ー、と、編み終わりの糸が右上、正面から向いた時ですね。右上、えっ、ー、と、後ろ身ごろは今逆になっているので、左上に来るようにしています。もちろん逆でも構いません。では、えっ、ー、と、肩の部分。まず、これは向かって右側なんですけれども、 端っこから30目ですね。これを縫い繋いでいきたいと思います。えっ、ー、と、縫い繋ぎ方はもうすごくシンプルにいきたいと思います。それぞれの頭の部分ですね。上2目ずつっていうのかな。2本ずつ取っていきたいと思います。見えてるかな ?2 本取って、向こう側の後ろ身頃も2本取って、としたら、ステッチマーカーとかします。 こんな感じで、次は隣の目に行って、2本取って、隣の向こう側の目、2本取って、と、つないでいきたいと思います。そうしたら、えっと、ここを30目編み終わったら、今度止めて、次ですね。次は、えっと、私の場合は、この首の部分は、 24目開けて、で、残りの30目をまた反対の前身頃とつなぐ感じになります。肩の部分縫い終わったら続いて袖をつけていきたいと思います。袖は先ほど縫い繋いだ肩の部分のラインを中心に、前と後ろ同じ長さ、同じ目の数になるように注意しましょう。 袖の部分つなげたら続いて袖の下、そして胴の横の部分ですね、をつないでいきたいと思います。こちらをつなげるとき、一点注意してほしい点がありまして、えっと、ヘリンボン長編みで編んでいったら、このように横の部分は若干、なみなみとしているかと思います。で、これで前身頃と後ろ身頃また袖の下をつなぐときは、あ、ごめんなさい。えっと、このなみなみがつなげる2枚、 全く同じにならないように気をつけましょう。毎回ずれるべきです。なので、例えばここだったら、この下のリブがあって、そうですね、最初は、こちらですね。こう手前側がこう、凹んでいたら向こう側は山が来て、で、向こう側が凹んでるときこちらが山が来ると、交互になるように縫い繋いでいくようにしてください。 縫い合わせ作業を終了しました。続いて画面で言うところの赤い部分を編んでいきたいと思います。正式名称がわからないので、ここでは縁と呼びたいと思います。縁はシンプルに細編みを編んでいくんですけれども、ここで、えっ、ー、と、どのぐらい細編みを編むかというのがポイントになると思います。えっ、ー、と、この縁は、まあ、最初のこのリブの部分をただ一目ずつ拾っていけばいいんですけれども、その後ですね、は、 えっと、ヘリンボン長編みのこの横の部分に編み入れていく感じになります。私はちょっと細編みで物差しのようなものを作ってみました。これは細編み25目を編んだものなんですけれども、これを物差しにして当ててみますと、私の場合は、このヘリンボン長編みのこの山の部分が1、2、3、4、5、6とちょっと ということは12段とちょっとなので、ちょうど1段につき、えー、と2目ずつ入れていけばいいんじゃないかなというのがわかります。まあ、編み方の強さは皆さんそれぞれで変わってくると思うので、まあ、1段2目ぐらいかなというのを頭に置いていただいて、編んでいくときに、えっ、ー、と、緩い感じだったら目を減らして、 ちょっときついな、突っ張ってるな、という感じだったら、目を増やすようにして編んでいってください。あ、そして、この細編みなんですけれども、ちょっとしっかりした感じにしたいなと思ったので、針は細い方。私の場合は5号ですね。こちらで編んでいこうと思います。で編み始めは、えっ、ー、と、右下、左下、どちらから始めていただいてもいいんですけれども、まあ私は右下から、 細編みを、まずはぐるーっと一段編んでいこうと思います。一段目編み終わりました。まあ、目を拾うのがちょっと大変だったんですけれども、一点注意していただきたい点があります。そこは、えっ、ー、と、この首の後ろの部分ですね。ここを細編みを編んでいくとき、 ここはヘリンボン長編みの上に細編みを編むので普通に編んでいったらちょっときつすぎくきつすぎるように固くなってしまうと思うのでこの首の後ろを編むときは若干緩めに編んでいただいた方がいいかなと思いましたでは続いてあともう2段ですかね細編みを編んでいきたいと思いますそして編んでいくときにえー、っとこの首と 前身頃の間ですね、ここ。は必要に応じて減らし目、えっ、ー、と、細編みの2目1度などをしていきたいと思います。細編みの段3段ではなく2段編み終わりました。続いて3段目でボタンホールを作っていきたいと思います。まずボタンホールを置きたいところにステッチマーカーを置いて、それが等間隔になるように目の数を数えました。 続いて、えっ、ー、と、ボタンホールの作り方なんですけれども、ボタンホールは単純に鎖編みで目を飛ばしたいと思います。えっ、ー、と、今、ボタンホールを作りたいところまで細編みを編んで、次からボタンホールを作ろうと思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、皆さんの目の大きさとボタンの大きさによるんですけれども、私は鎖3目で飛ばしたいと思います。鎖を、1、2、3と編んだら、 同じく下の目も、1、2、3と飛ばします。そして4番目の目からまた細編みを編みます。で、この時に、えっ、ー、と、ボタンがちゃんとた、た、るかじゃないですね。すいません。通るかを確認しておいてください。 そしたら他のところは細編みを編んで、また、えっ、ー、と、ステッチマーカーが来たら鎖3目で飛ばしてとしていきたいと思います。えっ、ー、と、3段目がそのように編めたら次、4段目と5段目ですね、はまた細編みをしていきたいと思います。で、まあ4段目途中、この鎖編みで飛ばしたところが出てくると思うんですけれども、これはもう単純に鎖1目につき、1つずつ、 細編みをこの鎖の上にも編んでいきたいと思います。細編み全部で5段編み終わったらこれで終了です。そうしたら糸を切って、で、あとはこの糸処理をしてもらって、そして先ほど作ったボタンホールですね。えー、っと、どこだ。ボタンホールがあると思うんですけれども、それぞれこのホールに合った場所に、 ボタンをつけたらカーディガン完成ということになります。では、ここでこのセーターのサイズ、どこに何段何名を入れたらいいかという計算方法をお見せしたいと思います。このセーターを作るにあたって必ず必要なのはゲージ 10cm×10cm 10には何段何目入るかという数字が必要になります。私の場合、それが12段15名になりました。 なので、ここでまず、計算をします。えっ、ー、と、10cm 編むのに12段ということは、えっ、ー、と、12÷10 をします。そうすると 1.、1.2。1cm 編むのに1.2段必要ということがわかります。そして次、1 0センチ編むのに15目必要なので、15÷10 をします。そうしたら、1.5。 1センチ編むのに、私は1.5目必要ということがわかります。では、これをもとにいろいろ計算していきましょう。まず最初、前身頃ですね。前身頃は、えっ、ー、と、編み始め、リブの7センチというのは、えっ、ー、と、鎖編みと中長編みの立ち上げの長さ、目で測った長さになります。私はそれが15目でした。 で次、ここの幅、私は56センチにしたいと考えました。で、これはもう、えっ、ー、と、リブの長さとかではなく、単純にゲージから計算しました。なので、56×1.5 は84。なので、リブは84段。次のヘリンボン長編みは84目編みました。続いて、 このヘリンボン長編みをどのぐらい編むかなんですけれども、65センチ分編みたいと考えました。なので65、6 5る1 2をして、78。なので、78段編みました。これで後ろ身頃が終了で、続いて前身頃です。前身頃、リブの部分は後ろ身頃同様に15目でスタートしました。 そして、えっ、ー、と、前身頃の幅は28センチにしたいと思ったので、28×1.5 は42。ということで、42段、最初リブを編んで、その後ヘリンボー長編みは42目編みました。続いて、前身頃は、この減らし目がないところまでですね、ここからここまで、私は45センチにしたいなと思ったので、 45×1.2 をしました。そしたら54なので、54段、まずは増減なしで編みました。続いて、えっ、ー、と、ここからなんですけれども、まず、えー、そうですね、何段編むかを出すんですけれども、20センチ分編みたいと考えたので、20×1.2 をします。 そしたら24なので、この V ネックを作る段の数は24段編めばいいなというのがわかりました。そしたらここで確認してほしいことが、えっ、ー、と、後ろ身ごろと前身ごろの長さは同じでなければいけないので、この24たす54がこちらの78、同じ数字になるかを確認してください。なので24たす54は、 そうですね。私の場合78。ここが一緒になるので、長さは、段の数は同じだなということが確認できます。そうしたら続いて、えっ、ー、と、この減らし目が終わった後、私は20センチ残したいと考えました。なので、その20センチは何目かというと、1.5をかけて30、30目ということがわかります。 そうしたら、えっ、ー、と、今ある目、ここまである目が42目なので、42-30は12。なので、ここからここまで24段の間に12目減らせばいいなということがわかります。で、まあ、これは本当にたまたまだったんですけれども、私は24と12、あ、単純に12の場合は24なので、 二段に一回減らしていけばいいなということが分かったので、二段に一回減らし目をしました。そうしたら続いて、最後、袖ですね。袖は、えー、と、まず最初、リブがもうちょっと短くていいかなと思ったので、まあ、これも目で測った単純な長さなんですけれども、15目スタートではなくて、10目スタートでリブを始めました。そして必要な長さは23センチなので、えーと、 23×1.5 を押したら34.5になりました。まあ、小数点は切り捨てて34段スタートでリブを始めてヘリンボン長編みは34目で始めました。そしたら次、えー、とこの袖の最後の太さですね。これを 45cm にしたいなと思ったので 45×1.5 を押します。 そうすると、67.5なので、これも小数点の下は消して、67目で終わらせたいなぁと考えました。そうしたら、えっと、何目増やしていけばいいのかを出したいので、ここを引くここを押します。67引く34は33と出ました。そしたら次、袖は 39cm リブの跡ですねを考えていますなので何段編めばいいかというと 39×1.2 は46.846.8、まあ、なので47段ぐらい編んでいけばいいなというのが分かりますでこの47段のうちに33回増し目をしていきたいなというのが分かったので もう私は単純に最初増し目をして、えっ、ー、と、希望の太さに到達したらあとはまっすぐ編むことにしました。なんですけれども、はじめの1段目。このリブに編み付けていくときですね。このときは増し目をしないでただ単純に1目ずつ入れていったので、えっ、ー、と、1たす33は34。なので、34段目まで。 2段目から34段目まで増し目をしていこうということになりました。そうしたら、えーと、残りですね。残りは、ここ引き算をします。47引く34は、13。なので、残り13段は増減なしの段を編めばいいなというのがわかります。はい。以上が私の計算方法でした。 ずっと着続けていきたいカーディガンの編み方、いかがだったでしょうかえっ、ー、と、これが完成して着てみた私の感想としては、思ったよりも丈が長かったです。もうバッチリお尻も隠れてあったかカーディガンといった感じです。そして私は今回リブをあまりキュッとさせるのではなくって、本体部分と同じぐらいな感じで、 編みたいなと思ったので、中長編みのうね編みでリブをしたんですけれども、もっとキュッとさせたいなという方は、細編み。まあ、針は細くしないで、本体部分と同じサイズの針で、細編みとか編んでもいいんじゃないかなと思いました。あ、あともう一点。えっと、短すぎるということは全然感じなかったんですけど、思ったより袖が長くなかったなといった感じです。まあ、作り直すとしたら、まあ、作り直さないんですけども <laughs>。 そうしたら、まあ、次の機会があれば、もうちょっと袖、あと2センチぐらいですかね、長くしようかなと思います。もしよろしければ、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。